ちょっと待って、主性強化ワインって何？ケーキ食べたら太っちゃうって女の子いたらね。皆さん、こんにちは。ワイン三昧ソムリエで女優、ワインプレゼンターの武井舞です。今回は、ポートワインについてお話ししたいと思います。イエーイ。はい、ポートワインというと、日本ではね、赤玉スイートワインを思い浮かべる方も多いんではないでしょうか。え？赤玉ポートワインじゃなくてっていう声もね、なんかもうすごい聞こえてきてる感じするんですけど、それは後でちゃんと説明したいと思います。今回の動画ではポートワインのこれさえ押さえておければ大丈夫というポイントとおすすめのポートワインを紹介していきたいと思います。なので最後まで早送りせずに見てください。頑張って早口言葉します。はい、ではまずポートワインとはどんなワインなのか勉強していきますよ。ポートワインとはポルトガルのドウロ地方で作られる酒精強化ワインの一種で、ポルトガルの宝石ともね、称されてるワインなんです。で、ちょっと待って、酒精強化ワインって何って思ったあなた大丈夫です。ちゃんとそれも説明していきますのでね、慌てずね、慌てずと。はい、酒精強化ワインとは、醸造工程中のワインにアルコールを添加します。まあ、具体的にはね、度数 77% のブランデーを添加しちゃって、ワインの箱を止めちゃうんですよ。そしてワイン全体のアルコール分をこう高めることで保存性を高めたワインのを作ることなんですね。これをまあ、種類で分けるとフォーティファイドワインなんて言われてます。普通のワインと比べてね、アルコール度数が高くて、まあ、普通はだいたい 10% から 14% のワインが多いんですけれども、こちらはポートワインは 15% 以上、まあ、多いのは 19% から 22% ぐらいなのかな。それだけアルコール度数が高い分、まあ、抜栓後もね、実は1ヶ月ぐらい長持ちしちゃうんですよ。そう、でもね、放置したらダメです。なるべく1回ね、もう抜栓しちゃったら冷蔵庫に入れてあげてください。また味わいは甘くてコクがあるのが特徴です。普通のワインと比べて飲んでみると全然違います。ポートワインと普通のワインは全然違うからね。で、ポートワインには赤と白があって、赤のポートワインはルビーポート、白のポートワインはホワイトポートと呼ばれています。覚えておいてください。はい、そんなポートワインの歴史は、そうですね、14世紀中頃からポルトガルの北部で始まりました。しかし、ポートワインの歴史には、イギリスが大きく関係してい いくんですね。まあ、時は17世紀末、フランスとイギリスはもうバチバチに戦争してましたと。で、そのためにイギリス人の間ではフランスワインすごい人気だったんだけど、輸入がね、もう禁じられちゃって、で、どうしたものかって、こう、イギリスの、こう、ワインを商いにするね、ワイン商たちは、こう、フランスワインに匹敵するものを、こう、探してた結果、まあ、ポートワインにたどり着いたということなんですね。そして、18世紀には、ポルトガルの、ポルト港からイギリスに大量輸出されるようになっていきました。なので、ポートワインはポルトガル語で、ポルトワインと呼ばれています。これはポルトガルのポルト港が語源だそうですよ。ってなんかもう、ポートとポルト言いすぎちゃってちょっとよくわかんなくなってきちゃったんだけど、まあそういうこと。で、今でもポートワインはイギリスでもう大人気のワインで、高品質なポートワインの取引はまあイギリスが世界一みたいです。世界一みたいです、イギリスが。そんなポートワイン日本ではね、赤玉ポートワインが爆発的に人気になったことから、まあ名前を聞いたことがあるっていう人もね、多いと思うんですけれども、まあ日本初のね、ヌードポスターということで、当時かなりは話題になったんですが、ね、朝ドラのマッサンでも登場したぐらい、こう、なんか、こんな感じでね、セクシーだね。はい。ので、注目を浴びました。また、日本にこう、ワインがね、まだ馴染みが全然ない時、当時のこう、輸入ワインは、どうしてもね、酸味が強くて酸っぱくて、日本人の口にはあんまり合わなかったので人気ありませんでした。で、そこで、サントリー創業者である鳥井新次郎さんが目をつけたのが、ポートワインだったんです。そう、甘みが強くて飲みやすいポートワインは、あ、きっと日本人の味覚に合うんじゃないかということで、日本で生産されて、1907年に販売されたのが、赤玉ポートワインだったんです。はい。鳥居さんさすがですね。で、その読みはね、もう本当に見事に的中して大ムーブになったということですね。で、そんな赤玉ポートワインなんですが、現在は実は赤玉スイートワインに改名してます。それはなんでかっていうとね、ポートワインは決まった産地で厳格なね、もう決まりをこうクリアしたものだけが名乗れるっていうものなんですよ。
という、まあ、そういう協定があるので、日本で作られている赤玉ポートワインはもうポートワインって名乗れなくなっちゃったんですよ。だから1973年に改名をしました。改名後も商品自体は変わっていないって、日本中に愛されていますがね、もう圧倒的に赤玉ポートワインっていう名前の方がみんな知ってますよね。ということで、ポートワインのあれこれ分かりましたか？では次にポートワインの楽しみ方について紹介していきたいと思います。ポートワインは白、つまりホワイトポートであれば食前酒に、で赤、つまりルビーポートであれば食後に、ブルーチーズとかチョコレート、パウンドケーキなどと一緒に楽しむのがおすすめです。あんまりね、食中向きじゃないですね。食前か食後におすすめのワインです。で、先ほども少し話しましたが、飲み残してしまってもね、そのまま冷蔵庫で保管しておけば大丈夫です。1ヶ月ぐらい持っちゃいます。だからおうちデートとかで、ね、最後のデザートワインとしてね、でデザートこうケーキ食べたら太っちゃうって女の子いたらね、ポートワインだったらいいよみたいな感じでついであげたらいいんじゃないですかね。うん、はい、少しずつ家飲みするのもおすすめです。ではここからは私ソムリエ竹井舞の独断と偏見によるおすすめのポートワインを赤白1本ずつ紹介したいと思います。そうですね、私もあんまり普段はポートワインを飲まないんですが、そうですね、このランキングというか皆さんに紹介するためにちょっと試してみました。要チェックです。私の頑張り認めてください。はい、まずホワイトポートのおすすめはテイラーファインホワイトです。テイラーといえば世界で初めてねホワイトポートを作ったポートワインのもう先駆者で、テイラーは300年以上前の創立当時から今まで創業者はもう一族によってこう代々受け継がれているんですね。で、いろいろな白ぶどうをブレンドして作っていることによって、果実味とナッツを思わせるようなリッチな味わいとすっきりとした甘みがとってもバランスがいいエレガントなポートワインなんです。で、そんなテイラーファインホワイトを、まあ、人に例えると、そうですね、いいところのお嬢様ね、でお見合いで結婚するんですよ。で、子供が2人ぐらいいながら、まあ、ガーデニングとかアートとか料理 の趣味がもうセミプロレベルに極めちゃって、でもそんな完璧なんだけど少し天然さが可愛い、まあそんな一面を持つ60代の女性です。では次、続きましてルビーポートのおすすめはサンデマンです。こちらはイギリス王室も御用達のブランドなんですね。こちらも200年以上の歴史を持っています。ですがお値段は2000円ちょっとです。そう、意外と安いんですよ。しかも日持ちするのにね。で、このボトルの男性はドンと言われていて、まあ紳士のことをまあね、そのドン、まあイエスサーのサーみたいな感じの扱いみたいなんですけれども、まあポルトガル製のこう黒マントを羽織って、スペインのねコルドバ帽をかぶって、ちょっと分かりづらいんですけど、実はルビーポートのね入ったグラスを持っています。そう、だからこのドンっていうのはゴッドファーザーとかのねドン・コルレオーネとは意味が違います。そんなサンデマンの味わいはと言いますと、濃厚な果実の香りとカカオのような濃厚な香りが調和して、味わいがすごい豊かですね。口当たりは優しくて上品な甘さを楽しめます。食後の一杯、まあ一杯と言わずに、もう何杯でもいいんですけど、まあ食後におすすめです。そんなサンデマンを人に例えるの、そうですね、海外赴任もこなす、経験豊富、エリートビジネスマンでダンディーな60代男性。でも今は仕事からリタイアして、小型犬をもう溺愛する可愛らしいチャーミングなおじさまなんじゃないでしょうかね。はい、いかがでしたでしょうか。ポートワインについて分かっていただけましたか。日本人の口に合いやすいワインなので、ぜひ試してみてください。ポートワイン気になったよって思った方はぜひいいねお願いします。またね、ワイン飲みたい、次はどんなワイン紹介してくれんの、まいちゃんかわいいっていうコメントも、もうちょっと初めてこんなね可愛い格好してみたんで、それについてのツッコミとかもコメントしてくれると嬉しいかな。はい、勉強になったと思った方、私をもっとたくさん見たいよって思った方はチャンネル登録と LINE の登録もお願いします。ではでは次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。